どうも、ヌルです。ムーンライター続きをやっていきたいと思います。前回ですね、うっかりダンジョンからそのまま、なんていうの、一方通行に出てしまって、まあ、その3層目のボスを今回、まあ前回ですね、挑もうと思ったんだけど、もう、敵前逃亡というか、敵から逃げてしまったので、まあ、今回こそはボスのところ行こうかなと思ってます。ああ、こっちだ。むやみにダメージ受けちゃダメ。とりあえずね、敵倒しながらね、どんどん行こうかな。これ真ん中のやつ壊せないかな。上か左か。まあとりあえずこれ倒して、これでこれか。とりあえず上も見てこよう。じゃあもうそれで行きましょう。さあ、第2エリアへ。まあ、エリア1のボスはね、今の武器だと、倒しやすい。エリア2のボスはワープするんで、そこがちょっとやりづらいかな。まあ、前のダンジョンとかもそうだったの。ワープするね。うん、確かに。ワープする敵はちょっと、やっちゃって。これだったら、これ消して、これ消して。これは怖っ。削除されるでしょ。行ってないところはあれか。最初のところから上か。メモは何個？ 6 個？あと4つかな？
はい。はい。こうなるとなぁ。この辺売ってしまえばいいかな。わりかしいいものだったりもするときあるんだけどね。この紐みたいなやつは結構下がある。割とエリアにが広いな。さあボスですね。ボスが持って倒そう。追加ダメージ。痛い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 。さあエリアさん行きます。これは持って帰りたいけど、しょうがないか。こういうのって壊せないのかな。ダンジョンを冒険するもんなら最下層に出現する巨大なモンスターをご存知だろう。そのモンスターの近くに出現する不思議な生き物を目撃した。その生き物は私の子供の家に帰る。なことかとは、モンスターないでさだった。このダンジョンに長居すると、出現するあの緑の化け物の、これはどうしようか。とりあえず進めるところ進んでみて、こういう地形やめてほしいんだよな。これは
キラキラだ。敵呼ぶやつか。手に入れたっぽいな。10個は手に入れてる。そしたらまあこの辺は捨ててしまうってか売ってしまって買って帰るか。待つ。槍が出てきた。間に合わないな。これはアイテムブレイク、これは持って帰るってやつだ。そしたらこっち一旦置いて、これこっち置いて、リンゴとここ置く。リンゴこと重ねる。でこれここ置いて、これどかして、でメモを飛ばす。あー、ボスのとこまで来たね。とりあえず一旦は戻りたいな。まあ4000で戻りましょう。これは往復で行ったり来たりできるやつ。まあ、アイテムをね、とりあえず、置いて。あとはシールドとかも回復するんで。え、これ、相方変えよう。なんだかんだでこれがいい気がする。この辺は売っちゃってもいいかな。とりあえずやりはこの中しまっておこう。なんか作るかもしれないし。いや、本当はダンジョンごとに入手できるアイテムを箱を分けたいんだけど。まあ敵が全然いるように見えなかったけど。なんか急に音が小さくなったような気もする。うん、まあとりあえずか。音が戻ったな。
なんだこのでかいの。あ、ヘビ。え、どうやってカードするの。回復使っとこう。てかもう避けるしかないな、あれ。何気に動き早いんだけど、死に損ないが。やべやべ。これはでかいコアだね。浮遊コア。なんだこのナージャの指輪。攻撃力下がるのは痛いな。液晶。ペットがポツーンとしてるけど、3つ目の鍵。今回はサファイアの守護神か。天使のお前さんが勇者だということは分かった。だがな、お前さんは商人じゃ。よく覚えておくんじゃ、ウィリアム。お前さんには価値のある店があるじゃろ。村の掲示板に新しい改築工事の情報が載っていたぞ。店を大きくすれば助手を雇うことが可能じゃ。5つ目の扉の鍵がまた1つ解除されたらしいの。それと同時にセントロンも解放されたぞ。あそこは危険だから行くなと言いたいところじゃが、聞き身など持たんじゃろ。わしはもう行くわい。年寄りのざれ言なんぞ不要じゃろ。もう諦めてるっていうか、言っても無駄だっていうのを理解したっていうか。さてと、お店の改築。25万。ビル君、最後の改装が完了したぞ。リノコ最大のお店に発展したな。さらなる成功を祈ってるぞ。すんげ広い。てか手前のここまであるんだね。まあこういうのは置いていかないとね。で、あとどこ置けるんだ？壁かな？壁ここにまず置けるでしょ？ここにも置けるでしょ？ここにも置けるでしょ？
あっちの壁も蹴るんだ。これをで、あとは。これと。これがここかな？もう、あとなんか置けるとこないかな？この辺とか置けないもんね。こういうとことかさ。まあまあ、一回でいいんじゃない？第一スポンなやつは預けておこう。これは、あと、ああ、間違えた。これか。こっち。で、強化クリスタルはこっち。あとはなんか、女子が雇えるとかなんとかって言ってたけど、どこにいるんだろうね。とりあえずこれを見ていこう。気前のいいお客さんの来店率が上がる。ああ、いいなぁ。これが作れるから、5個作って、これは持たしとこう。6% 下がってんじゃん。まあ、お店開店しましょうか。なんかあったっけ？ああ、果物ない。ごめん、失敗。安いのか。昔お店大きくなったな。これだけの商品並べるのも大変だよな。1万じゃ安かった。1万1000。割と安売りしちゃってたな。
なんで鳥が入ってきてんの？盗むじゃねえよ。本は1万1000円でも安かったか。まあ倍で、まあ家具の効果で倍になるからまだ救いっていうもんだけど。瞬く間に売れ切れてしまったな。閉店です。34万8300いくらまで売れたね。とりあえずなんだっけ、原木が欲しいみたいなこと。あ、原木あるね。うん、よし。はい。というわけで今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぬぬのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。